武野達也は、福岡県カス郡締め町出身の元プロ野球選手。宇藤右打現在は埼玉西武ライオンズのアマスカウトを務めている。九州産業高等学校では、甲子園出場こそないが、高校通算31本塁打と長打の打てる、保守として、プロから注目され始める。福岡大学に入学後、その素質を、さらに開花させ、 大学3年時の周期リーグ戦では、最優秀選手賞、4年春は、ベストナインを獲得。九州の大学ナンバー1保守という呼び声も高かった。2008年のドラフト会議にて、西部に5位で指名され仮契約した後に、九州3連盟代表として出場した第39回、明治神宮野球大会では、初戦で、斉藤勇樹を要する早稲田大学と対戦。 破れたものの5番保手で4打数に安打一打点と活躍した。2008年ドラフト5位で埼玉西ブライオンズに入団した。2009年シーズン通して2軍で過ごした。2010年に7月18日の千葉ロッテマリーンズでプロ入り初出場。2試合の出場に止まった。2011年シーズンは正保守手。 細川徹が FA 移籍したのとライバル保守で経験豊富なのだ。米野が怪我で離脱したこともあり3番手保守として1軍登録された。しかしわずか2試合の出場にとどまった。2013年10月29日に戦力外通告を受け11月1日に任意引退工事されたブルペン保守として西部に残る。 2021年からは、同年より二軍打撃コーチに就任した、高山久志の後任として、アマスカウトに就任し、九州、沖縄地区を担当する。がっちりとした体型に加え、強肩でやや荒削りながらもパワフルな打撃が、特徴の保守である。2011年12月15日に入籍し、翌年2月6日に第一子が誕生している。ありがとうございます。